方でです。母子球に体重がかかりやすいのかなと。もはやめっちゃ軽い、ランニングシューズみたいな。やった。続きまして、もはやめっちゃ軽い。軽いですか？もう足入れただけで分かりますか？軽さが最軽量じゃないですか、フットジョン。結構一番軽いと思いますね。いや軽い。あ、なんか私、今日持ってくるとき、朝雨降ってたんで、これ防水大丈夫って思ってて、朝防水スプレーかけようとしたんですよ。本当ですか？平気なんですよね。平気なんです、防水になってます。こう見えて。そうなんです。え、この辺が防水の強度が高いんですか？あ、そうです、高いですね。で、ここメッシュになってるんですけど、防水になってるんで、しっかり、はい、しっかり。で、さらに通気性がね、いいんですよね。いいですね、そうですね、この靴はね、はい、すごい。多分クッションも結構もう普通の靴、ね、普通の靴です。結構色がたくさん入ってるんで、はい、ここに入ってる色を上にすれば何でも合うと思ってます。で、下は、まあ、緑入ってますよね。白とか、まあ、ネイビーにして、うん、上を割と派手めな色持ってきても合うんじゃないかなと思って。ただ柄だけはお気をつけください。花柄とか結構千鳥とか、ね、千鳥とかだと結構難しいと思うんで、そこはちょっと皆さんコーディネートを気をつけてやってみてください、はい。これは新発売のね。そうです、新色です。ニューカラーです。じゃあちょっとスパイクレスでね、はい、頑張りたいと思います。左ちゃった。でも残ります。残りますね、うん、はい。ランニングシューズみたいな。かわいい、ここ。本当にすっごい動きやすそうですもんね。走れますよ。あの、最近流行ってるじゃないですか、走ってゴルフするやつ。ああ、そうですね、流行ってますね。スピードゴルフ。スピードゴルフ向いてますね、これ。スピードゴルフ向きですね、この靴は。ナイスです。フェアウェイで残ってくれ。お、結構ランしましたね。よかったです、フェアウェイ。すっごい、すごい一体化してます、軽くて。で、本当にラフに結構水滴あるんですけど全然染みてこないし、柔らかいです、すっごい。あの時もやったけど、履いたらもっと柔らかさが出ますね。あー、そっち。あー、だあー、ちょっと左に染めましたね。だーらだんだん。うまい。あー、もう、大丈夫です。すごくしてみた。お、手前ですね。ありがとうございます。
かないですね。うん、やったー、ありがとうございます。いい感じです。スリーパッド。スリーパッド圏内。え、フックですか。ずっと登ってフックです。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。